日本シリーズ、なぜ山本由伸を投入しなかった。昨日の試合は逆転タイムリーの森下がうまかったということだろう。確かに宇田川の制球は定まっていなかった。最後の決め球である高めのストレートが低めに行ってしまったため、詰まらせるつもりが弾き返された。フォークかストライクか見極めが難しい低めの球を執念でセンター返ししたルーキーはただものではないと思う。接戦が続き、選手だけでなく監督の采配にもプロ意識を感じる日本シリーズで、見ていてとても楽しい。勝ちパターンを崩してまでローテーション投手の山本を投入したら、それはもうチームの崩壊だよ。毎日登板準備をしているブルペン陣とローテーション投手との信頼関係もある。平野は2イニング投げないし、田嶋が早い回で交代すれば延長10回の頭から山本という起用ならあったかもしれない。中嶋監督は自身の采配を称賛されると、失敗すれば悪手なんで、だから選手がすごいんですと言っていた。そんな監督と選手たちが26年ぶりの優勝から日本一3連覇まで見せてくれた。たとえ負けても中嶋監督が考えを巡らせて選手が懸命にやってくれた結果なら不満なんて言えない。どんな結果になっても湯浅が戻ってベストメンバーの阪神相手に手負いの状況で、これだけ素晴らしい試合を見せてくれるバファローズを誇りに思う。残り2試合1試合かもしれないけど、去年のような奇跡が起こるかもしれないし、最後まで全力で応援するのみだ。